ゆなです。アリアです。ピンクラテティー V 始まるよ。イエーイ。今日の動画はゆなちゃんのランドセルの中身紹介です。イエーイ。私は小学6年生でいつもランドセルを背負って登校しています。そのランドセルはこちらです。どうぞ。もう第一印象ここですよね。やっぱここですよね。カバーが可愛い。赤ピンクにこのね、見えるかな、見えないかもだけど、やっぱこのカバーがね特徴的だよね。この柄なんかめっちゃ見たことあるんだけど、なんだっけ。ヒステリックミニーのお兄ちゃんです。あー、このさ、待って、めっちゃ可愛くない？めっちゃ好き、めっちゃ好き。これ可愛い。このカバーどこで買ったの？これはお母さんが SNS とかで知り合った友達に作ってもらったものです。作ってもらったの？え、すごくない？それすごい。じゃあ中身を紹介していきます。開けます。懐かしいな。そんな前じゃない。まずね、時間割表があります。私も入れてたね。え、これ反対に入れてるの？こうやって準備するから。ああ。はい、じゃあ中身紹介していきます。まず、筆箱です。かわいい。筆箱紹介の動画も見てください。見てね。でね、はい、続いてかわいい下敷き。下敷きです。めっちゃクリア。キューがこういう透けてるのとか、こういう形に沿ってデコッコしてるところとかに惹かれて買いました。かわいい。新学期だからね、新しい。新しいの？確かにめっちゃ綺麗なんだ。はい、続いて今私が使っている漢字ドリルと計算ドリルです。リラックマなんだ。そう、私の時ミッキーとかミニーだった。そうなんだ。6年生の感じね。みんな懐かしいかな。なんかね、難しいかな。なんか私にはとても難しく感じます。うん、めっちゃ難しそうじゃない？なんかこの従うとかも、そう、もうダメだ。もうダメだ。あ、なんかこう見るとまだ大丈夫。漢字が国語の中で一番苦手なんですよ。私も苦手。めちゃやばい。覚えられないんだよね。そうそうそう。もう漢字テストとか本当に言っちゃやばいけど、50問テストやばかったよ。やばかった。もう20点台とか。はい、ではこちらの計算ドリルです。ここに分数とか図形かな、私は分数がとても苦手なので、ここに分数割る分数って書いてあるけど絶対意味わかんないと。え、簡単だよ。分数は分数だよ。逆数にすればいい。約分ができない。あ、それわかる。約分めっちゃ嫌い。そう、約分ができなくてテストでめっちゃ点落としたことがあります。そうそう。続いて、ね、これは、これは去年の小学5年生の時の担任の先生に書いてもらったものです。え、アンパンマンが私大好きで、いいことをしたり、これは誕生日の時に書いてもらいました。めっちゃ可愛くて、6年生になった今でもランドセルの中に毎日入れて持ち歩いてます。え、これ本当に書いたの？え、すごい先生。え、もう画家じゃない、画家。先生めっちゃ絵得意だから。続いてこちらです。これは私のクラスでやってることで、班の中の、私は忘れ物のチェック係なんで、忘れ物したらこうやって忘れ物したものを書いて、で忘れ物しなかったら丸を書くっていうシステムです。すごいね、システム。忘れ物が減りそう。減りそうね。本当に減ったです。減りました。はい、じゃあ最後はこちらです。盛りだくさん。そう、ファイル。これはかわいい。宿題とか連絡帳入れてます。なんか下敷きと似てる。うん、そう、下敷きとめっちゃなんか似てるなと思って、もうこちらも一目惚れして買いました、この2つは。はい、じゃあファイルの中身です。がこの音読カードとリコーダーカードです。はい、これは、まあ、音読はみんなやったことある、ね、
で、リコーダーカードは音楽の後に宿題で出てます。続いて漢字ドリルノートです。何それ。この先ほど紹介した漢字ドリルと兼用になっててめっちゃ便利。あのなんか あったあ、でもこんな感じで漢字ドリルノートの内容が書いてあってめっちゃ便利です。はい、続いて計算ドリルノートです。めっちゃリラックも可愛い。こちらも先ほど紹介した計算ドリルの兼用してます。兼用って何？便利です。はい、続いて作文ノートです。キリンね、かわいいよ、ね、作文ノートなんか。そう、金曜日によく出ます。まだね、この6年生になってっていうやつしか書いてないからもう白紙なんですよ。白紙。でも娘大きくない？うん、まあ、まだ6年生、あ、もう6年生だけど娘は大きくないとか書いてない。まあ、まだ白紙ですから、これからいっぱい書いてきます。キリンがかわいいね、かわいいよね。そして最後は連絡帳です。かわいい、ちっちゃいね。ちっちゃいね。いちごミルクが書いてあって、この普通のいちごミルクとこの潰れたいちごミルクとこのこぼれたいちごミルクっていろんないちごミルクが書かれてて、なんかただのミルクがある。あ、今まで使ってたんですけど、使ってたんですけど名前書くの忘れたのでちょっとよく書きます。綺麗に書きます。一組なんだ。そうだよ。続いて汚いから。綺麗だよ。私の方が絶対汚い。はい、綺麗、めっちゃ綺麗、はい、こんな感じの連絡帳で、中にはこういうおまじないとか書いて、おー、なんか暇な時にいいよね。やってみたいです。やってみたいです。はい、まあ、ここに時間割り書くやつがあるんですけど、私はまだ書いてないです。はい、以上です。ね、なんか懐かしいね、中身が。なんかね、いろいろとね、変わってるものとかあるかな。はい、ありがとう。気になったもの。そうだね、筆箱のデカさそう、筆箱紹介の時もね、いっぱい入れるんで。なんか小学校の時はそんなペンとか入れないからそんな大きくなかったけど、大きいねと思ってめっちゃ大きいね。あとなんかハンドクリーム入れてたよ。そうね、なんかめっちゃ乾燥しやすいから手が。なんか私の学校ハンドクリームダメだからいいなって思ってます。まあ、何にも言われない先生に。そう、普通に先生の前で塗ってても怒られない。めっちゃいい香りですよこれ。ミクラテのローズもね、めっちゃいい香り。好きね、ローズの香りって大体めっちゃいい匂いするよね。はい、うん、あとね、ファイル。あ、ファイル、これはネフラーを置いといて。このね、ファイル、私が持ってるのはなんか開く式じゃなくて普通にダン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 みたいな。だけどなんか開く式の方が使いやすいなと思いましたしかもここね、ファスナーがついてるから大事なものとか絶対に落とさないし、めっちゃ便利。わかる。柄もめっちゃ可愛いよ。そう、この下敷きとね、ね、もうこのなんかこの後ろのこれとこれが似てる。惹かれたの、もう、あ、かわいいみたいな。かわいい、あ、もうこれ買うみたいな。買う、それあるよね。なんかさ、一目見た時、あ、これめっちゃいいやんって買う。そう、そう、あ、これいいやん、これいいやんお母さんの買ってるレジにスッて置くって。そうそうそう、なんかスッて入れて、で、これ何みたいな言われて、これ何って言われて、あ、ありがとうもらってます以上です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。